次、2件目、空き家等対策についてを質問いたします。深刻化する人口減少や都市部への人口の一極集中により、空き家の増加は全国的な社会問題となっており、本庁においても今後さらに増加していくことが予想されます。空き家対策の必要性と同時に、空き家や空き地が有効的に、活用されることで、町活性化にもつながる可能性があるのではないかとの考えから2点について答弁を求めます。1点目、適正に管理されていなかったり経済的な理由から解体できない空き家等に対し国の施策等を活用し助成できる体制の構築に取り組む考えはあるか。2点目、空き家等が有効に利活用され町活性化につながるよう町として具体的な活用方法や計画策定を検討すべきであると考えます。取り組む考えがあるか。具体的な施設例として、観光案内所、歴史資料館、休憩所、宿泊施設等、答弁をお願いします。町長。それではご答弁申し上げます。空き家対策についてのご質問でございます。まず1点目の適正に管理されていなかったり経済的な理由から解体できない空き家等に対し国の施策等を活用し助成する体制を構築してはどうかについてでありますが、国庫補助事業である空き家対策総合支援事業の補助要件は2つあり、1つ目は空き家等対策計画を策定していること、2つ目は空き家特措法に基づく協議会を設置するなど地域の民間事業者等との連携体制を構築することが求められております。現時点では三戸町はどちらの要件も満たしていないため、令和5年度当初から国の施策を活用することは難しい状況ではありますが、空き家対策につきましては防災、衛生、景観などから地域住民の生活環境に影響を及ぼすことから、これらの要件を満たすために令和5年度から準備を進めてまいりたいと考えております。次に2点目の空き家等が有効に利活用され町活性化につながるよう具体的な活用方法を検討すべきでないかとのご質問についてでありますが、当庁では空き家となった住居や店舗を有効利用するため空き家情報を提供する空き家バンク事業を平成29年度から運用しており、これまでに62件の物件が登録され26件の物件が制約に至っております。また空き店舗の有効活用により商店街のにぎわいづくりを促進するため空き店舗を活用して開業する事業者に対し改修費を助成する空き店舗活用事業を平成30年度から実施しており、6件の事業者から制度を活用していただき町のにぎわい創出につながっているところであります。空き家や空き店舗を活用したさらなる町の活性化につきましては、土地や当該建物の有効活用について、物件所有者からの相談を受け付けた際には、国の補助制度などの情報を提供してまいりたいと考えております。また、町が空き家等を観光振興やコミュニティスペース等の公共性、公益性の高い用途に転用する場合においても、国の補助制度を有効に活用できる場合がありますので、随時最新の情報収集に努め検討してまいりたいと考えております。佐々木君。
1点目に関してなんですけども、その、まあ、答弁にあったように、まあ、空き家対策推進に関する特別措置法の活用を視野に入れて取り組むと、まあ、空き家に対しての対策に取り組むということで、まあ、認識はしました。まあ、令和5年度中に、まあ、準備するということでありましたけれども、まあ、早ければ早い方がいいと思いますので、なんとか遅くとも令和6年度の当初には具体的な事業として予算がつけられるよう進めていただきたいと思います。2点目 の空き家等の有効な利活用に関してなんですけども、まあ、今回の質問で私が対象としているというのは、まあ、空き店舗での答弁がありましたけども、そうではなくて、その適正に管理されていない住居の、まあまあ、取り壊しはもちろん、それを、まあ、リフォームしてまた使うということに関しては1点目 その計画の中で、含まれると思いますけども、今まあ、中心街の活性化をするために、まあ、公共性のある施設を作るために、この空き家特措法の支援メニューを活用すれば、まあ、町の単品だけの事業でなく、まあ、条件さえ整えば 50%、5割の、国の補助が受けられるということであれば、まあ、かなり、有利なメニューだというふうに考えますので、まあ、それを見込んだ上で、これまで、なかなか手をつけてこられたかった、町内のそういう観光案内所、や、まあ、前々から取り上げさせていただいている宿泊施設等の整備も視野に入ってくるのではないかなというふうに思います。以前総務文教常任委員会の所管事務調査で、元の職業安定所 を見させていただきました。まあ、かなり、土地の面積もあるし、まあ、建物に関しては中までは調査はできなかったわけですけれども、もしかしたら改修、まあ、改修が難しい場合、取り壊しとなった場合でも、そのどちらにしても、町が行う事業に対しては対象になるということで国の支援が受けられる。また二日町の元の旧仮庁舎に関しても町の財産でありますけれども、取り壊しの費用を捻出ができないがために、あのまま放置しているという状況を考えれば、まあ、詳しく調べてみなきゃ分からないですけれども、それももしかしたら対象になるかもしれないということを考えれば、5年度中のその取り組みの中にですね、そういうものも入れて協議してもいいのではないかなというふうに思います。その点についてどのように考えているか答弁いただきたいと思います。総務課長。ただいま町内にございます、まあ、大きい施設でありますけれども、旧職業安定所、仮庁舎の活用を、まあ、
国の補助金等々活用してできないかというご質問だと思います。まず旧職業安定所ハローワークの活用についてでございますが、もともとは古くからですね、あそこの場所の土地というのは役場の土地でございまして、それを一旦、平成13年に青森労働局の方に売却をしております。でその後ハローワークの方が閉鎖されたと、閉鎖されて現在は使っていない状況であります。でちょうど個人的に思うんですが、場所柄もですね、城山の入り口でありますし、ただちょっと駐車場は狭いんですけれども、活用の仕方があるのではないかなと思っていたところであります。で総務文教での、ご意見等々もありましたので、現在ですね、青森労働局の方と協議を進めているところであります。で町の方の活用の、現在の案ということでございますが、まず建物を、賃貸貸していただくか譲渡していただくかという、2つの形が考えられます。であと どういうのに使うかというところでありますが、観光に関わる施設であるとか、町のジムの窓口にするとかということが、考えられるかなと思っているところであります。で青森労働局の方には町長がですね、直接訪問いたしまして、町のこういった考えをご説明させていただいて、なんとか活用したいということでお伝えをしているところでございます。以上でございます。佐々木君。元の職業安定所並びに仮庁舎に関しては当初の通告になかったんで、これ以上不覚は求めませんけども、職業安定所に関しては、町の方が動いているということであれば、その実現に向けてですね、その先ほど言った5年度の空き家対策計画の中に、入れて、協議していただきたいということと、合わせて、仮庁舎の方に関しても、建物をそのまま活用するというのは現実的ではないというふうに私個人は考えますので、除去というふうな形をとってですね、その後の活用に関しても検討していただきたいというふうに思います。で今回はその空き家対策の特措法を取り上げて、質問させていただいてますけども、国の方で出しているさまざまな事業にはこれだけじゃなく、まちづくりに対しての支援メニューというのがさまざまあります。昔はその中心市街地活性化法もありましたし、今は社会資本整備交付金もあります。計画の立てようによってはそれを活用して、城山を中心とした、都市公園計画というのもやってできないわけでありますけども、かなりハードルが高いということで、事務方には苦労をかけるかもしれませんけども、今人口減少と同じで今取り組んでおかないと、もう10年スパンではなくてもう5年スパンでどんどん状況が変わっていく社会でありますので、前向きにスピード感を持って取り組んでいただきたいと思います。で最後になりますけども、町長の最初の答弁の中で、さまざまな観点から
少子高齢化、少子化に関しても人口減少に関しても取り組んでいかなきゃいけないという答弁がありましたけれども、またその通りだと思います。今回はその出生数、移住定住に関して質問させていただきましたけれども、人口減少の解消に関してはこれだけじゃなくてさまざまな観点から捉えるべきだというふうに思います。それが、先ほど言った町づくりだとか教育であるかもしれない、子育て環境であるかもしれない、地域医療であるかもしれない、そういうのをすべて網羅した上で、ようやく、効果がこう出てくるものだというふうに考えます。ただそれを一つの課だけでやるとなると、その分野が全ての課にまたがるものでありますから、今までのみたいな取り組み、この事業に関してはこの課、この事業に関してはこの課というふうな取り組みの仕方では、なかなかその、効果的な、総合的な取り組みというのの体制は難しいんじゃないかなと、これは以前に申し上げたんですけども、町づくりや移住定住だけ全てを町家に負わせるのではなくて、その人口減少というものを一つの総合的な課題として捉えて、各課が連携して取り組んでいくという体制をぜひとも取っていただきたいというふうに思います。これに関しては通告してなかったんで、意見とはなりますけども、何しろ人口減少問題に関しては、4年度、3年度の子どもの数が26人、27人だったというその事実を重く受け止めて、取り組んでいただきたいと思います。余談になりますけども、三戸高校を残さなきゃいけないということで、三戸高校の1学年の定数が40人の中で、三戸町で生まれてくる子どもが27人というのであれば、15年後にはおそらくもう三戸高校の存続自体ももう望めないのではないかなと個人的には考えますので、ぜひとも結果にこだわって取り組みを進めていただきたいと思います。この考え方に関して、最後答弁をいただきたいと思います。町長。ただいまではありません。この度、佐々木議員からは少子化対策並びに空き家対策など今の人口減少の状況に対しての町の取り組み、これまでの取り組み等に対してもお話をいただきました。全く私ども、まず皆様のご協力とご理解のおかげで、現在、まず0歳から18歳までの子どもたちの支援という形で、だんだん体系的になってきていると思っております。しかし数字にもしっかりと表せれるようにという佐々木議員からのお話でありまして、私どももそれを評価のポイントとしてしっかり活用していくために、しっかりと調査と検証というのをやっていかなければならないと思ってございます。確かにこれまで住民福祉課の案件、また町づくり推進課の案件、健康推進課の案件、教育委員会の案件、さまざまな部分で、事業は小分けになっておりました。しかし今後のさらなる拡充支援ということを考えていった場合には、これは私が座長になって各担当とのやり取りをしながら、しっかりとこれを進めていく、その体制を作っていく、そこが一番肝心なのかなというふうに考えてございます。先日ある集まりに行った際に、大変たくさん の方々にいたわけなんですが、そこで非常に若い男性の方から突然声をかけられました。何だろうということでご挨拶に来たんですが、
三戸町は子育てに優しい町ですね、だから私は今三戸町に移住しましたという声をかけていただきました。私はちょっと失念して、いやどこが良かったのって聞けば良かったんですけども、そこまでは聞けずに、いやありがとうございますということでその場は別れたんですが、そういった声もあるようでございます。その声を励みにして、これからも謙虚にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。佐々木君、はい、頑張ってください。終わります。